なんか入ります。今朝の放送だとお洋服着てないの、なんで？多分ね、みんな着替え直さないと多分反映されないんだよね。直せば大丈夫。ほい。はい、しました、これ。着替え。多分なんか、でも服まずいちいちやんのめんどくさいよね。めんどくさいね。あ、服私いつも着てないから。早くアップデートえ？お子さんいつも服着てないの？めんどくさいよね。アモンガスですよ。ああ。リアルで服着てなかったらやばいやつですよ、多分。裸族なのかと思っちゃった。あ、結構頭いっぱい種類あるんですね。相田さん、ID わかります？ああ、部屋ですか？部そう屋そうスポそう。ロン書いてる OT から始まる。あ、そうです、そうです、そうです。はい、はい。ちょっとトイレ行ってくる。はーい。はーい。アルクさん、その帽子は釣りだな。なんで？かわいい。あ、そう、今日さ、今日、シヤマさんに人集めてて DM してたんだけど、その流れでさ、なんか、シヤママスコットだからみたいな、言ってたからさ、こんなめでられてないマスコット、珍しいねって言ったら、するのはめでるのと一緒だからみたいな言ってたから、じゃあ釣りってこと？だと思う。めでてるんだよ、今度から言えばいいってこと？じゃであ今も日はめでさ、てやろう。最初ただの会議で釣ったのは違うけどさ、別にちゃんと釣ってない？そうなんだよな。うん。実際ちゃんと怪しいから釣ってんだよそう、ちゃんと釣ってるよね、みんな。基本全身怪しいからな。そう、だから、そうなんだよ。そう、すごいよね。マジす仕ごい入れよもね。さんだから釣ってると思ってんだったら、それは大間違いだから、ちゃんと釣られるべくして釣られてるというか、ちゃんとみんなの議やりたい論でのす上にね。釣られてるから。それもすげえけどな。相馬さんと仕入れもさんはでも釣り才能があるか基本的に浮き位置にいるし、黒い、そもそもすごいよな。相馬さんすごい。そう。相馬さんに悪気があるわけでもなないんでけだろうね、小見さんもさ、結構浮き入ってるけど釣られないじゃん。まだ決ポーラッ定打サーまでいかもないのかな。容疑者がすごいですよ。まあ、もともとそう、ポーラスは容疑者増えるけど、でも、宇宙船でも、シルモさんと、相馬さんそうなは。んだよな。まあでもはっきり相馬言っさんはて、でも死体踏んだりするからさ。それはしょうがねえんだけど。ちょっと死体踏みは私も前科持ちなんで、ちょっと何も言えあれはやっぱ、マルクさんの動画見たらめっちゃ面白かったからな。ね。シルモさんさ、トイレ行ってくるって言って、なんかずっとマイク反応してるけど、これ。もう話してシるレモさんはね、なんかね、常にマイク反応してるよ。どこにいようが何してようが。あ、マスコット、マスコット帰ってきました。あ、おかえり。いっぱい出た？うん、うんちだった。するか、くせえから。シるレモさん、一旦茶色にしてもろて。やめろよ、めでるんじゃねえよ。行きましょう。はい。よいしょ。やったな。やったな。おっしゃった？やったな。おっしゃったね。おっしゃった。小見さんか。目撃情報は？左の方で会ったことはあるな。左？左？左側で会ったことはあると思います。左だったら結構絞られると思います。ね。リアクター1。ね、リアクター1ずっとあったね。
とあったのに押したの？いや、リアクター1はずっとあっても覚えゲーとかだと思うじゃない。リアクター行った人。行こうとした。行こうとした。で、じゃあ右側の人を逆に洗っちゃえば。私リアクターまでは行ってないですけど、メッドベイでタスクをやってましたね。左は。ここさ。なるほど。え、それってさ、さっきまで？いや、本当に最初の方で、はい、あ、なるほど。で、終わってから一回ウェポン戻って、あれ誰もいないなと思ってアドミンの方行ったらみんないたって形でした。アドミンめっちゃ集まったね。うん、アドミン集まってましたね。経営家臣床初手ナビゲーションで、うん、アルクさんがウェポンズにいたのも見てる。シモもウェポンだね。俺もウェポンで、シレモさんも右に降りてってのを見てる。うん、私初動を打つ。経はその後コミュの方を降りてって、ストレージでラザニアさんと給油して、その後俺はアドミン行ってます。エレクトリカルの下の通路で確か枝さんとすれ違った、うん、どっち方向？そうですね、私がストレージからローアイ武器に枝さん左から来たの。うん、そう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 。ああ、じゃあだいぶ。タコさんはどこだし？タコは最初カウテリア右上で2個タスクやって、その時は誰も見てないで、終わった後すぐアドミンでアルクさん見てる。そっからずっとアドミン、うん、アドミンで俺ね、カシオカさんが見るより先にアドミン出てリアクター2だったの見るから。ちょっと1回スキップしてほしいな、うん、僕ちょっと今黒くなってるから。まだ言いたいことありますよ。するとか枝は言いたいことありますよ。下ネキも全然あると思うんだけどな。じゃあ枝さんに押してもろって、うん、枝ラザニアここら辺かなって思います、うん、そうだね。左にはあっちね。あ、メッドベイ間に合わねえかなこれ。はい、枝から喋りますか。お願いします。はい、まあ、僕の動き、そしてすれ違った人を言ってきます。僕は、左行ってエンジン、両エンジンを回ってタスクしてました。でストレージぐらいまで最後行ったかな。でその間にすれ違ったのがロアエンジン、付近で、あ、ロアエンジンの仕事終わってからかな、シーレモさんにすれ違ってます。シーレモさんなんだ。ラザニアさんで。シーレモさんがリアクター方面で、さっき言ったラザニアさんとストレージ入り口付近。うん、あ、シーレモさん先でラザニアさんが次ってことか。シーレモさん右で見たっていう情報さっき出たよね。それってどんな感じだったの？あ、出たね。本当に最初、ウェポンに俺とアルクさんが行って、ウェポンから下に抜けるシーレモさんを見てます。ウェポンから下。じゃあウェポンから下行ってリアクターの方行ったんだ。シーレモさん大移動してますね。すげえな。なんかちょっと臭いな、動き的に。マップ見たら左にすごい寄ってたから左に行ったんだよ。でもリアクターは寄ってないよ。そうなってくると、枝さん、シーレモさんって結構位置なんだけど、枝さんはコミさんが左にいたって情報を初手で出したんだよね。そうですね、初手一緒に行ってますね。シーレモは見てないから知らない。多分ね、あれかな、はぐれたのはそれこそコミさんがリアクターに入ったのかな。ちょっとそこは具体的に覚えてないんだけど、その辺ではぐれてるんですよ。その辺で。ここは見てないけど、どう風にすれ違ったの？ここさんもコミさんは見てないの？ここさんは？あ、私は誰も見てないですね。アドミンでみんなと会ったって形なんで。でもね、俺はウェポンやってすぐアドミン行って、あれアドミン見たらリアクター2だったんだよね。だから多分死んでるし、多分リアクターだとは思うんだよ。でその時に2だったから、え、ちょっと私は、いや、枝さんだよ絶対。だってメッドベイに行ってるし最後。シーレモさんだったとしたらさすがにリアクターに入るのが早すぎる気はしてるんだけど、どうなんだろう。本当にやってないよ。もう一回押します。押した。
うん、俺はでも全然いけると思うけどね。うん、俺もいけると思う。ただシーレモさんにちょっと聞きたいのは、あの、うん、枝さんが小見さんが左側っていう情報を出したときに、自分も左側に行ってる情報をすぐ出さなかったのはどうしてか。いや、あの、そのまま私とすれ違ったって出るかなと思って、別にいつもいつもそんな私喋らないやん。そんなことなくね。聞かれたらうんっていうぐらいで。特に大きな理由ない。まあ、そこは俺はあんま気にしないけどね。うん。なんか。まあごめん、枝くん。ああ、いいよ。いや、いいよいいよ。まあ、少なくてもさ、この中にさ、リアクターに入ったって証言する人はいないんだよね。いないね。で、俺はリアクター2を見てるんで、じゃあもう絶対小見さんとインポーターだと思うんですよ。そうだね。俺もリアクター、多分アルクさんの後に見て1ってずっと見てるから。俺が多分先見てるから。で、さすがに右から回って押すとか、まあ、大移動したとしても、シエルモさんにしては早すぎる気がちょっとしてる。僕はちょっとラザニアさんとシーレモさん両方あり得る中でシーレモさん強く感じたのは、やはり O2 行ってその後ほぼ直でしか、うん、ここまで到達しないなっていうところがちょっと怪しいな。シーレモさんの動きは確かにめっちゃ怪しいね。右でシーレモさんがタスクしてるとこ見た人とかは、俺は見てない。俺はナビゲーションでも見てない。うん、 O2 にしか行ってない。O2 と、まあ、もっと言うと、あの下のシールズのあのポン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 ってやつしかやってない。計算はシールモさん見た？シールズの方で、見てないけどな。最初はどう？じゃあ私そもそも左に行ってないのかな。左に行ったのに。いや、まあシールモさんのルートは合ってると思うよ。ルートは合ってると思う。リアクターとメッドベイと、うん、あとなんだっけ。でも、うん、でもここさんもあり得るんじゃないの？さっき枝さんは私とラザニアさんだけ疑ってたけど、だから俺は枝、ここラザニア、シーレも誰でもできるとは思ってます。うん、それは思ってる。うん、擦り切れないかな、どうしようかな、一応スキップしようかな、動くって形ですよ。うん、うん、よかった。めでてもいいと思うけどな。ね、俺精神、いやけどそしたら抜けちゃうから根拠ないけど、あれないよ、ね、誰かに言っちゃうからからってずるいなあ、あ、あ、はい。あ、はい、シールズ、ゴミ捨てのところ、あの、所定ゴミ捨てのところ、あ、シールズ、ストレージ、ストレージだよね。ストレージの所定ゴミ捨てのところで、ここちゃん。はい。ゴミ捨て、はい、テレモさんに聞きたい。それ誰か殺してるの見ました？うん、見てない。じゃあ、シールモさんのセリフだと思います。俺もそう思いますね。直前まで、俺もうほんと1秒前にここさんがそこに向かっての見てます。あ、てか枝さんとここさん落ちてんじゃん。そう、シーレモさんにコントローラーでもいいし、シーレモさんが俺が殺したって言うならまだわかるけど、誰も殺してる人見てないんだったら俺はシーレモさんのせいしかもう見えないかな。私はやってて B ガンのところで、あの、終わったらここさんが死んでた。容疑者1、2人死んでくれて、うん、だから俺はもうシーレモさん入れました。悲しい。でもねえ、たぶん釣りでいいんだけどさ、釣りでいいんだけど、私さ、言いたいことあってさ、タコさんってひどくない？え、タコさんってひどくない？いや、そんなことないよ。俺とカシオカですら言わないよ
何を？え？これやったら言うからって俺まさか言うと思わなかった。ごめんね。なんかちょっとそれはひどいと思うし一緒にやりたくないよもう。え？そこまで。うん。だって昨日私はちゃんと傷ついてるし、そのすごい嫌だと思うのは。俺はすまん。え、なんかよく言えるねそんなこと。人としてないと思うよ。仲良くしよう。ごめんね。別にいいけど。仲良くやろうよ。ひどいね。誰も死んでないんだ。まあ、連れてるね。うん、みんな死体探し行ったじゃなかったのさっき。みんな同じ方向向かって行ったけど。俺はメッドベイに行った。メッドベイ違ったから、うん。エレクトリから出てきたじゃん。うん。その時ネキっていた？いた。あ、いたのか。うん、いやさ、アルクさんがエレクトリから来た時、俺ちょっと理解したじゃん、アルクさんと一緒に。うん。ネキがさ、エレクトリカの本当あのタスクもそこ使えないだろうっていうぐらいのところに立ち止まってたのが怖くて引き返したんだけど。あ、でも俺ラザニアさんがエレクトリカ入るのを見送って俺はアドミンに行ってエレクトリカ2だったから一応もう一回見に行ったって感じ。あ、そうさっきのさ、このタスク終わったから次どこか。一応さっきのことを話したいんだけどさ、はいはい、ここさんと枝さんも死んでんじゃん。そうだね。ここさんはシーレモさんなんだろうけど、枝さんの方は、うん、わかんない。わかんない。ないんだよな。わかんないんだよね。あ、わかんないんだ。目撃は。リアクター来てたかどうかまあまあ覚えてない。来てなくない？あ、まあ。あれか、リアクター。リアクター来たのって薬島系タコカシユか。最初にいたのが俺と K さんだよね。うん。で、俺その後速攻抜けてアドミン行って、アドミンから出てくる枝さんは見たけど。あ、見たんだ。あ、見たんだ。上の方行ったんかな、ちょっとごめん、あんまり記憶がない。俺そこはリアクターとロワーしか行ってないんだよね、その後。俺リアクター終わった後だったら、俺は給油、ストレージ給油してて、そのここさんが右下に行くのを見てるから。ああ。で、ストレージ付近では多分見てないな、俺は。私もストレージは通ったよ。で、コミュニケーションじゃない。で、枝さんとすれ違った後、マップ見て、給油やり、聞いてローは行く途中でアルクさん、薬島さんとすれ違ってるのかな。どう、それはいつの話？昨日の話？あ、うんと、うん、うん、そうね。ここさん、枝さん死んだ日の話だよね。シルモさんのセルフの日。
まあ、わかんない。俺目線で。タスクマと 1.5 ゲージぐらいだから。まあ、タスクでいけそうだよね。うん、初日の本当仕入れも参加してなくて2期がっていう可能性十分ありそう。まあ、十分ある、ね。あるね。仕入れもさんだとしたら2、2。どこから出てきたアルクさん。はい、ナイスボタンですね。コさん、よくぞよくぞご無事で。俺はもうコモンサブラあったから死んだかなと思ったわ。そのぐらいに十字路から最初なんか言ってた、聞こえてなかった。あ、特に大事なことは言ってない。それ、まあ、さっきのサボタージュの前ぐらいにセキュリティのカメラ見てたんだけど、十字路右から出てくるラザニアさんを見ちゃったんだけど、入ってくるところは見てないんだよな。え、ラザニアさん入ってたよ、多分。入ってた？マジ、うん、あ、じゃあその時見てなかった。なんでもないです。びっくりしただけ。うん、あとちょっと俺が抜けた後ぐらいにラザニアさんが入ってた。あ、なるほど。まあ、ネキちょっと動き怖いけどね。うん、でそこから俺下に行った時にロアで立ち止まってたのも分かったし、最初リアクターから下に抜けるとき、ケイさんと俺とラザニア先生ずっと下の扉いたのに、開いた瞬間上に行ったからね。あれあれと思って怖いよね。あれは思ったね。ちょっとナイスです。レキ、レキ困ったな。ごめんね。レキか。ごめん。まあ動き怖かったもんな。え、実際じゃあコミさん殺したのってどっちだったの？私シュレモ。あ、シュレモだった。シュレモさんなんだ。それはごめんね。でもリアクターで死んでるって思ったけど、どうしようってなってた。ああ、両方黒一になっちゃった。なんか K さん色が、あ、じゃない、 K さん名前がハテナハテナハテナになってるの私だけ？いや、俺もだ。あれ、私 K さんいない。なんかさ、みんな動かないのって操作してないだけじゃないよね、多分。僕一回抜けま
何スイッチ？あ、今一回抜けます。ちょっと入りなスイッチです。スイッチは動かないですよ。え、そうなの？スイッチは何人か壁際で動かなくなっちゃいます。そのまま始めても問題ないかな。大丈夫かな。大丈夫ですよ。右上の壁で待機してる人はスイッチ必ず1人2人は実際4人ぐらいは出るんで。へえ。計算が丸裸になってる。真似するわ。俺こうなってるから。ボタン、コンさんがもう私プロだからタスク増やしていいよだって。言ってない言ってない。もうタスク限界だよ。これ、ね、マックスじゃないの。ずっともうマックスでやっていいよ。今のはあれだったね。黒田さんとお子さんを食べちゃったから。そうそう。疑いようがない。ごめんね。ねだってシレモさんさ、最初右降りてぐるっと回ってリアクター行って殺した？いや、そうだよ。そうでしょ。そんなよく動けたの？全然動けたと思うよ。だって俺がウェポンやり始めてすぐ行ってて、俺もその後アドミン右回りで行ったけどどこでも見なかったから。俺アドミン普通にカフェ入ってすぐ見たのに、もうその時2だったんだよね。めっちゃ早いね。じゃあ動きが、そうなんだ。じゃあ何もやらずに右回りでバーッと決めてた。リアクターにいたら殺すって決めてたから早かった。でもあそこ、あ、どうぞどうぞ。あ、しかもね、ネキココさんのところごめんね。私さ、ラザニアさんがさ、矢田くん殺してるの見ちゃってさ。あ、そう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 、すっかり殺しちゃってね、あれすっかり殺しちゃったんだ。あそこのニキルはまずかったな、マジで。まずいね。だってあの後、ウキウチ2人つったらおしまいだもんな。ラザニアさん見ちゃってさ、このままだとココさんが見てしまうと思って、ココさんのこと見ちゃったんだよ、ごめんね。ココさんと一緒に見つける方がまだ良かったかもしれない。なるよ、おめでとう。カシユカちゃん殺そうって思ったのに、終わった瞬間もう忘れちゃって、うん、あ、エダさんエル殺そう。記憶を失うの早かったな。でもシレモさんがレポートしなかったら俺多分ココさんの死体発見してないわ。ストレージの右下行ってないもん。そうなんだ。そう、俺普通に給油しててそのままロアエンジン戻るつもりだったから、うんうん、さんがレポートしなかったら俺ここさんが死んでるの気づかずに普通に左戻ってたわ。もうそれは重ね重ねごめん。もうビビって殺しちゃって、アルクさんいるからレポートしなきゃと思って一流の流れで、あ、これでも私じゃんってなっちゃった、ごめんね。違う。でもどうなの、さっき空気悪くなったけどこのままみんな仲良くできるの？喧嘩やめよ喧嘩。そう、本当にごめんなさい。うん、そうね、ならよし、タコさんごめんなさいすればいいと思います。そうよ。シールもなんか丸裸になってるよ。いつも裸だよ。私、Qさんとが裸。お子さんの裸はおってなるけど、シールさんの裸はちょっと、ね。ペットいなくなってるよ。え、何それ、ここさんの裸はおってなるの？それはそれであれだな。お子さんの裸はおってなるでしょ。なるでしょ。うん。シールさんの裸はなんでしょ。でも、シールも胸しっかりあるよ。いや、Cはね。Cだよ。その仕入れ物のCなの？そうだよ。CカップのCカップレモだよ。前聞いたとき、前誰かが聞いたときは普通にシシレモンが好きだからだよって言ってたから、ね、すぐ話戻るから。行きましょうか。初めて戻って。よいしょ。インポスター、インポスター。死にたくない、死にたくない。ちゃんとクルーメイトのボタンですね、これは。うん、そうですね。そうだね。まあ、さっき俺もクルーメイトだったけどな。死んですけど。どういうこと？うん、さっき死んでたけど、クルーメイトだったよ。枝さんが気持ち白目かな。なんで？死にたくないかったから？エデンの後、俺のウェポン待っててくれたから。優しいレモじゃん。気持ちね。優しいレモ。停電を爆速で直した俺は。ああ、
私も停電中タコ枝はピクリとも動いてなかったし停電起きてもココさん殺さなかったから白いよ殺されなかったですね。私もスコーラグニアさんに会ったけどネキの方が白いかもしれないな停電中殺さないの、まあ、それはあるつい殺しちゃうからないい投票結果だ。うん、綺麗。すごい。私も入ってない。しばらく見てなかった。何も入ってない。素晴らしい。抜けない。抜けないなら。めっちゃいるな。めっちゃいるならやめるか。え死にすぎやろ死にすぎやろ一応アルクさんナビゲーションです。はい、あれこれ全員リアクターいたっけ。いや分かんない、ちょっと私はリアクターに行きましたけど。これもいるね。私行けてないですね。いや違う、あの死んでる人たち。あアルクさん見てなくない。1回目見てないと思う。1回目いたな。アルクさんいたかな。1回目からアルクさん見てないかな。1回目一緒に行かなかった、うん、そう俺も見てない気がするわ。確かにさんはタコさんとラダニさん一緒に来たんだよな確か。ちなみに2回目もいないよねアルクさん、まあ、当然だけど。そうか、うん、あそうなんだ。いけない位置だと思う。そうなんだ。タコさんは痛くない。1回目どうか。1回目は痛かもね。どうかな。タコさん1回目いないんだったらな。タコさんは1回目見たよね。いたよね。アルクさん来てればシードマさん確証だったんだけど、ちょっと一個だけ言うとラザニアさんは多分この中でキル遅い方だと思う。死んだの多分誰か一人のキル、一人のインポスターの2キル目。なるほど。一番最初じゃない、位置的にも多分わかんないけど。あだから最初のリアクター来てなかった感じじゃね。うんだと思う。あでアルクさんに関してはそうだから右行ってたからさっきの会議後。そうそう、うん、右に行ってたのがオレンジ水色ピンクもうあんま覚えてねえや。えシーレモさん聞いていいですか。シーレモさん聞いていい。うん何。シーレモさんその開始時にさ、開始時っていうのは緊急ボタンの後の開始時に右に、うん、枝シーレモタコアルクさんでさ右側にいたのよドアの前に。うん、覚えてるよ。その後リアクターすぐなったよね。なったし、その後見てないんだよね、シリモさん来てた。うん、遅かったよ、かかた遅かった。エレクトリック、でも リアクター行ったよ、遅かったけど。来たよ、来たけど、あの十字路のところでは見たけど、遅かったはずだから。じゃあもう一回してもらって。シリモさんはだいぶ怪しいけど、ヤクシモさんだいぶ白目かな。
遅いね。関しては、最初ナビゲーションで死んでたとしては計算はやってない。うん、そうね。もしもし。あ、聞こえてますね。はい、聞こえてます。僕がね、うん、タコさんは証明、僕がすぐリアクターに行ったことを証明できるんだけど、うん、って感じですね。死んでるからね。枝は。こんなに殺してるのに、なんか怪しい位置の人があんまりいないね。でもやっぱりね、僕は。アルクさんをシーレモさんがやってたとしたら2キル目どこでやったんだろうっていう感じなんだよね。あの2回目のリアクターの後、うん、リアクターから動いてないはずなんだよ。シーレモさんずっと覚えゲーのところにいたからそうだよ、動いてない。なるほど。だから1回目のリアクターがでタコさんラザニアさん来てるんだったら、その人が2キルしてなくしてるってことになるんだけど、俺目線はね。今そっか、薬島さんとシルモさんとほとタコさんはいたんですよね、そこに。ん、違うか。薬島さんとシルモさんとタコさんは江田さんが結構最近、あ違う、ラザニアさんが見たっつったんか。そのリアクターにいたの誰ですか、その薬島さんシルモさん見てるとき。一回目で。俺ね、中まであんま入ってないんだよね。あの終わって出てローア行くときにシルモさんがその十字路にいるのを見て、でローア行った後に。一応リアクターを覗きに行ったらシーデモさんが覚えゲーしてたってだけで、その時を見てないからタコさんがもしかしたら死んでる可能性あるんだけど、でも覚えゲーのとこにずっといたから、リアクターで殺してるんだったらそこ居座らないと思うんだよ、ね、単純に。じゃあ違うかもね。どうでしょう、私じゃないでもね。じゃあ分からん、もう絞れないのかな。これさすがに、だって1回目でタコラザニア来てたんだったらその後同じ人が2キルできないよな、その2人を。クールタイム足りなく、うん、いたよね、うん、カメラ2人か。いや、タスクしてる間ね、人死にすぎだな。はい、いたよね。あ、1回目アルクさんいなかったとは思うよ。1回目いなかったんじゃないですかね。したら多分ついてきてなかったですもん、右からリアクターになったすぐ一緒にいたのに。じゃあやっぱりアルクさんの真っ白ボタンの後右に行った人が怪しい。そう、右にいた人が枝シーレモタコアルクなんだよね。あ、シーレモ行ってないよ、右には。まあ、ドアの前まではいたか、その後僕が記憶違いかもしれないね、うん、それだと枝さんしか残ってなくなっちゃうけど。残ってないよね。え、残ってないの他。あのタコアル、枝シーレモタコアルクだとってこと。あのシーレモさんが言ってないっていう。いや、俺計算はなくて、でココさんも同じタイミングでリアクター入ってきた。そうですね。あら、でもシーレモさん、枝よりシーレモさんの方がリアクター到着遅いんだったら正直。そうなの。右に行かずにどこに行ったの、シーレモさんは。右行かずに左に行こうと思って引き返した瞬間になった。あの右人が多かったから行きたくないなと思って直前で。なんであんな遅かったの。え、なんでだろう、壁に引っかかってたりはした。んー、いやでもなー、それ目線でも。あー、なら議論の話になるから言ってもらってもいいけど、私釣ると後悔するよ。でも確かにここで間違えたらきついからね。そうだよ、別にする必要ないでしょ。終わるからな。うん、まあでも枝さんだったらネキの情報最初出したよね、多分。あ、ネキが側近だと思っていた枝さんが出した、ね。ナビゲーションってことは弁当の可能性とかはアドミンからってこと。あるよね、ウェポンからとかシールズからとか。シールも難しい。右側行ってないと思うんだよな。
俺がタコさん見てたとかだったらちょっと申し訳ないんだけど。危ねえ。あー、ナイス。アドミンで、ココさんが枝さん殺してました。ココさんは？あ、すいません、声が聞こえてなかったんですけど。ココさんが枝さんを殺してました、アドミンで。いや、私の目線だと薬師間さんが枝さんやってました。まあそうなるよね。さっきお互いで白いって言ってたのに。悲しいな。アルクさんは難しいと思ったっていうだけ。ああ、そういうことね。そうその後になってんじゃん。悲しいな。外したら終わりだな。悲しい。そうだよ、外したら終わりだよ。ただ俺がインポスターの状態で、まあシードマさんの容疑があれなのかも、うん、できる状態だったからっていうのもあるかもしれないけど、その、うん、俺ちゃんとだって筋の通った意見出してない。出しているね。はそんな喋ってないからっていうのもありますけど。でも、あ、どうなんだろうな。薬師丸の場合結構、まあそういう証言するんかなって思う、ね。しかもここで先にここさん連れれば勝ちっていうのがあるから、俺はどっちも有利に見れねえな。あ、なるほどね。うん。はあ。だってそうでしょ、薬師丸が今正直圧倒的有利だと思うのね。まあそりゃそうだね。そう、先出しでやっぱここさんがやってたっていうのは。俺が見せんで見てんのやっぱ薬師丸が白かなって最初すごい思ったもん。ああ、まあでも俺はまあとりあえず釣らなきゃ負けるんで俺はここさんに入れますけど。まあそれはそうだろうね。そうあるよね。どうしようかね。ねマジで。いやマジで信じてほしい。これは。え、コミさんはどう思う？いやここさんチラチラ見えるけど何か怪しい確証があるわけでもないっていう感じなんですよね。あと20秒。だって自分の情報も何も言ってないじゃない、ココさんって、起動来た時の。どちらにしようかな、来た時とか。でも、すらないと困る。ココさんとかさ。俺は薬師丸に負けるのは悔しいから、薬師丸に入れるわ。マジでもう。私、薬師丸。いや、単純に信じてくれよ、それは。なんで情報出してない人に負けんの、俺。出してないからかな、わかんないけど。いや、終わるかな、終わっちゃうかな。
チコタイムかわいそう。いやマジであれだけ情報出してなんで計算俺入れんの。わかんねえよ。わかんないもんだって。どう、あの薬島が真っ白だから逆に黒い理論どうだった。いやマニュアル私。いやですかもさ、みんなさ絶対無理だと思って全然リアクターしてないのにさ、なんで誰も突っ込まなかったの。そうなんだよ。覚えてないんだよな、もうごちゃごちゃしすぎて。アルクさんいなかったと思うなって殺した。あれ絶対右でリアクアルクさん死んぜと思ったから、シーデモさんかなって思って言ってたら、カシガちゃんがいたから、こいつかって思って右で待ってたら、扉の前で一緒に待たれたから、あれ死体まで行ったらやられてたよね、絶対。死体まで行くとき、来るためどんなもんだったあれ。10秒ぐらいあったからわからん。ああ微妙、そう普通に行けばさんがそのまままっすぐ進んでナビゲーション直行できてれば、うん、えたださちょっと待って、ちょっと待って、無投票いたよな。え4人だったもん。4人だった、4人だった、あ4人だった、あ4人か、うん3人だと思っちゃった。だけどあれ、ここさんナイスですわ。いやーナイスです、ちょっと本当によかった、偉いでしょ。もしくはあの時俺がアドミン挟まず下から回ってたら、先に死体の位置まで行って待ち構えてた。あれん、あちがちゃん俺が見に、いやもう、いやまあそこはもう何があってもあのタコさん殺だ、あのアドミンに誰かいても殺さなくちゃいけないぐらいに持ってるかもしれない。うん、あいやアドミン寄らずに下から待って、ナビゲーション行ってたらっていう。いやあ、いても殺してたよ。あナビゲーションで待ってた、それはナビゲーションで合ってる、あのアルキさん殺したのナビゲーション。うん、普通についてきたか。ついてきたよ、もちろん。いやこれは納得いかない。アルキさんの情報出して、なんで負けんの。そうだよね、あそうだよね、わかるよ、うん、その気持ち。でも正直私薬島さんと行動してたかどうかも全部忘れてて、あなるほど、ね、何も言えなかったんですよ。言ったじゃん、薬島が明らかに白いけどこれ作戦なんじゃねえかっつって。もういいんだ。いや俺そこで勝手ためにも疑い向けなかったのが良くなかったかな。最後さ、じゃあでも俺を仕事に入れようかなっても意味がわかんないじゃん。いやでもだって違うよ、割とシーレモさんがちょっと黒目の位置で結構。いやだってさ、俺だってシーレモさんのさ情報とかも全部先に言ってんだからさ、ないでしょ、だってどっか右側とかで見られてたら終わるんだから。私はここ信じてたよ。違う、あのね、あのフラットな状態でココさんと薬島っつったら、薬島がちょっと黒に動いてて、ココさん白に動い白なんだよ、人として。だから、押せない。だってそれがさ、俺とココさんだったらみんな間に迷わないでしょ、多分。迷わない。迷わない。そういうことなんだよ。いや、なんか、いや、最初の議論を忘れちゃいけないです、ね。いや、嬉しいな。いや、俺リアクター一回も行ってないのに、一回行ったか。いや、まあ、歌集会いたかどうかとか覚えてなかったな、さすがにリアクターに。なんかたくさんいたとしかみんな記憶しなかったのが本当に良かったなと。右あんだけ行ったんだから左リアクターそんな来ねえだろうと思ったらめっちゃいると思って全然。あれアルクさん配信してないのか。え、してるよ。嘘。え、してないよ。待って、ごめん、今あのリアクターのところ見ようと思ったんだけど、なくない。ちなみに俺のことは知ってる。俺はリアクター行ってないから、それはリアクターの画面なんてないよ俺。あ違う違う、あなくないって、あの最新がなくないって、あったわ、ごめん。あると思う、あると思う、ごめんごめん。あのいやーでもなんか足湯さんが3できるとまずさすがに3人もやって2人もやってると思ってなかったんで。私すごいね、かしゆかさん。いやありがたかったです本当。マルクさん絶対殺すの。もう先にアドミンに逃げてココさんいたから、まあとりあえずアドミン見てから行こうと思ったら普通に殺されてビビった。ここにいるかよ。いやー悔しい今の。下にラザニアさん通って。もう一回やろう。ラザニアさん食べて。指導で一番悔しいかもしれない今のが。いやー申し訳ない本当に申し訳ない。いや知らない知らない。確かにまあ歌手がここで考えたら。いつかこれやったらほらアルクさんに殺される気がする。それか俺がアルクさんを殺すかどっちかだと。いや下通る、ちゃんと上通って気がするべきなんだよな。これ待って死ぬじゃん俺。
死んだんじゃねえの今。生きてる。あ、よかった。はあ、ひどいな。カシオカがボタンを押しに来たやつ待ち構えてたんだよ、ずっと。ちげえよ、俺トイレ行ってたら戻ってきたらカフェテリアの真ん中で一人ぼっちにされてたんだよ。ひどくないひどくない。トイレ行って戻ってきたらさ、カフェテリアで一人ぼっちにさせられてみんなに置いてかれてたんだけど。これよく行ってたね。もうインポスターだよ、トイレ行ってた。よく行ってたよ。停電あったけどよく行ってたね。停電あったの知らなかったわ。あれだ、停電気づかなかったわ。あーそうか。タコさんかコミさんどっちか死んだかと思った。いや こっちなんてカフェテリアにずっと行っちゃったから下探し行ったんだが、カフェテリアの上じゃなくてよかったよ、左下だったからまだ真上の位置で止まってたら死んでたかもしんねえな。そうだね。まあ、サイクロカシオカということで、まあ、俺あの停電も気づかなかったし、そうだ、あのボタンの前10秒ぐらいからしか証言できないから、うん、もう使えねえじゃん。そこが一番タスクも1個しか進んでねえした。よく1個、むしろ1個できたの。1個できた、はい、1個できた。本当に聞いてなかったわ。いやー早い。いやごめんなさい、あの味方の人申し訳ないわ、それはこれ申し訳ないわ。普通にサボタージュ確認しようと思ったら普通に上に行ったわ。あれの弁当の上に行ったわ。白いコックさんがね弁当飛び込んでいったね。ああ、サボタージュ画面開こうと思ったら見すぎましたね。味方の人本当申し訳ないわ。ココさんじゃないの、枝さんなの。ココさんじゃない、枝さん、枝さん、枝さんで合ってる。私弁当が開くとこしか見てないんだけど、枝さん合ってる。普通に目撃されてるから俺はもう無理ですよ。俺絶対枝さん、絶対枝さん大丈夫入れちゃうよ。2人見てるから、右にいる人が黒、紫、白とか数えてたら、え白が入ってた。絶対大丈夫、絶対平気。私弁当がここしか見てないよ。絶対平気、3人見てる以上絶対大丈夫だから。皆さんは自白してたじゃない。自白してるから。すごい。10票入った、10票。はみ出て入るとこうなるんだね。一人はみ出るんだね。初めてはみ出てんの見た。まあ、誰もが通る道だよ。やるよね。死んだ。ピョコ。はい、薬島さんが、エレクトリカル前の通路のストレージよりです、うん、
で、A さんは誰か見た？見てなくて、すれ違ってはなくて、そのちょっと前にアドミンいたと思うんだけど、うん、結構マジで最近だから計算のセリフは。そしたらさ、今シールド O2 ウェポンズいた人は誰？シールズは多分タコだね。あ、タコの流れちょっと先に言わせてもらうと、アドミンから一緒に薬島さんと出てる。で、薬島さんが左行って俺シールズだから、だいぶそのシールズとエレクトリカルだったら直前。ウェポンズは直前ではないか。私です、コミです。コミさん、じゃあ直前、あのちょ直前にあのボタン鳴る直前に出たと思うけど、O2 いたのは、はい、あ、O2 は今度は私です。ココさん、ここです。はい、これアドミン見てて覚えてるのがそこだけなんで、そこは白いかな。じゃあ、うんうんうん、ね、アルクさん、はい、アルクさんってさ、エレクトリカルに入ってと思うんだけど、そう、入ってリアクター鳴ったからすぐ出たかな。その時に死体はなかったの？なかったと思う。でもストレージ寄りの通路だったら俺行ってないから、リアクター側に抜けてるから、そっちだったら分かんないかなって感じかな、ね。じゃあ私目線容疑者がアルク君しかいなくて、アルク君とエレクトリカルのところですれ違ったからなんだけど、まあ、そういう、ね、どういうシーレモさん、どういう動きですれ違ったの？シーレモがロアに向かってて、アルク君がエレクトリカルに入ってったって感じで、そう、その後すぐリアクターになったから俺は結局何も助けずに出て、でそのまま俺今十字路あたりかな。で、そう、ストレージ側のどのぐらいストレージ側かによるけど、俺は多分レポートを見てないと思う。割とストレージ側。ああ、多分だったら引かなかった可能性がある。ストレージから2キャラ分エレクトリが入ってたから、それで入ってるから偶然ってほどではないわ。お、詰めるのか。あ、詰めない、わかんない、かわいそうだから俺はいいかなちょっと思った。あ、そういうことどっちもいい、どっちもいいよ。詰めるんだったらラザニアさんの動きを知りたいけど、私はメッドベイとアドミンとカフェテリアのタスクをしたね。 あとストレージの上の配線もやったから、そこらへん。最終がストレージ、ストレージじゃないね、多分もう一回アドミン行こうと思ったところだと思うから、カフェテリアかな、多分カフェテリアとアドミンの間ぐらいだとは思うんだけど、どういう順番でそれは。これちょっと待って、ストレージからネットベイだよね、多分タコさんかなんかがいた気がする。メッドベイ最初ってはそう、うん、うん、バリバリ黒い位置にはいるんだ。アドミンかなでタスクして、でカフェテリアの左上やって、あ違う、ストレージ先かで、カフェテリアの上やって、あともカードミン行くところらへん、まあ黒1位だね。でカシュガちゃんのさっきのあのアドミン情報で白いのがタコ、コミ、ここだ、コミ、ここ、うん、これって黒い方が殺されにくいんだよね。ええ、あ、まあ、そうそうだね。それは、うん、いや、黒い。え、シーレモさんはどういう感じだったの、動き。え、今言った通りだよ、その。アルクさん見たぐらいしかわかんない。あ、確かに。その前がちょっと知りたいかな。前？前なんて覚えてないよ。あ、え？で、アルクさんとシーレモさんが一応サイクロの位置になるな。俺がエレクトリから入った時にシーレモさんが逆に右って殺した可能性が俺あるわけないわけじゃないから、別に俺シーレモさんに白出しはできない。確かに。村目線歩くシーレモラザニアだと思うよ。まあそうですよな。あとだ、計算のセリフもあるのか。歩くシーレモラザニアね。けどそんな直前じゃないから計算のセリフは俺の中ではちょっと遠のいた。なるほど。
ウェポンのところでコミさんの死体がありました。ウェポン？ウェポンです。うん、じゃあシーレモさんは白出しできるわ。うん、タコさんのこと私も白出しできる。どこに何？二人ともメッドベイ。二人か、うん。ウェポンのところにあのコミさんの死体がありました。それ以外でココさん出せる情報は何かあります？いや、そんぐらいですね。一緒にその初動コミさんと私で右ウェポン通って、で多分コミさんがウェポンのところでタスクこなして、私ナビゲーションやって停電来て上から行ったら機体があったって形で。なるほど。俺はあの初手右ひあの壁抜けできて左に行って今リアクター他のタコさんシーレモさん以外のでアルクさん K さんラザニアさん。俺今停電直してます。あ、嘘だ。エレクトリカル停電直したよ。そう、ラザニアさんいたっけ？いたよ。ラザニアさんはアルクさん見てないの？左3つペッペッペッって、アルクさんはアドミンに入ってったのは見た。その後、下抜けてるじゃん、俺。アドミンならアルクさん相当やっぱ黒い。アドミンは初手だよ、初手。初手だから。で、停電だからそのまま抜けて、あ、ラザニアさんもそこにいたんだよ。俺とラザニアさんがプレージの前のツルを閉められて。その後停電だから、通ってたら見えなかったから分かんない。うん、一応、左行って、タコシーレモと、左のドアのとこ一回閉じ込められて、その後アッパー寄ってタスクやって、停電起きてカフェ向かってる途中で、なってるかな。俺とシーレモさんがメッドベイの扉で閉められてる時に、結構左行ってたから、ウェポン、ま、ウォツの方まで、間に合わないと思うぐらい。じゃあ、ハルクラザニアローラーか、このまま、もうちょっとやるか、でしょうか。したらローラーでもいいんじゃないの？あ、残り一人。ローラーでもいいけど、ゲーム続けてもいいと思うよ、俺は。4票しか入んないし。ひどいわ。俺はスキップに入れてあげたよ。俺もスキップ入れたよ。ええここ歩く、うん、このやり手やり口アルクさんなんでそこいいけど、死んだんだが、ラザニアさんが食べてました。嘘です。結局そうなんだね。ゆうかちゃんブシュってして左に弁当の方に逃げようとしてるアルクさん見ました。だからローラーでもいいと思います。さっきの2人じゃん。そうそう、結局ここなんだよね。結局こうなっちゃうんだな。でアルクさん釣ってダメだったら私でもいいと思う。ラザニアさん釣ってダメだったら俺でいいよ。待って、でもさ、これ私ごめん、アルクさんなんだよね。最初の容疑が晴れない。エレクトリカルに入ってたアルクさんのマルクさんに入れてます。じゃあ票多い方で、いや、あえてラダニアさんつってもうちょっとマルクさんに頑張ってもらうっていうのもかわいそう。逆に、いや、これは無理だよ。無理だよ。きついよな。あー、ごめんなさいね。じゃあ枝さん、あれはみんなやるから。これは無理だよ。タコとリアクターの上はマジでやるから。いや、もうさ、タコさん隠しのかーって思ってやってたもん。
イベントの上で踊ったの楽しかったな。と、ノコマルがやりたいって言って。あっ。マジやべ、サイクロだ、サイクロ。別だし、なんで。なんで大丈夫？いや、多分ね、黒丸じゃん、黒丸。これ、マルクさんにしか通じないんだけどね。うん、そのアカウントが。今日、ノコマルまたガチャ引いて、あの、すり抜け7引いて、泣いてんの。それはダメージくるわかるわかる。なんで一発目ね。それはダメージくるわ。うん、でも泣いちゃってるから、カールは。泣いてる時にこのゲームやったら余計ダメな気がするんだけど。すり抜け7はすり抜けの中でも一番ダメージがでかいからとわかるわかる。タルタルの時も確かすり抜け7引いてるから。いや、ぬくまるにいることは出るまで引こうって。あー、じゃあさ、ちょっとタスク減らしていい？そう、どうぞどうぞ、ね、いいよ。これね、ここまであれだね、インポスターだったらかわいそうだけどね。相方が頑張るしか。ちょっと、インポだったら自白していい？まあ、それもうあれじゃん、ぬこまる隠しろゲーなの。あ、そうだね。ダメだよ。ダメだね。224でやります。できるとこまで遊べれば。インポスター気持ちいいけどね、結構。まあね。ぬこまる隠しろゲーでもまあいいっちゃいいけどね。なんか最初の方で殺されそう。最初の方やってたしね、それで。ブリオ君とか。うん。まあ、どっちでもいいよ。で、何さんがいらっしゃるっていう。屋久島の代わりに、あの、ぬこまるが入ります。あの、キャラはこのままで。で、屋久島と呼んでもいいですね。あ、回転し屋久島。なるほど。この前ね、屋久島って呼んだり、黒丸って呼んだり、いろいろって。わかればいいよ。ああ、屋久島の女が。屋久島の女と遊べる。屋久島の女だ。大丈夫かな。大丈夫かな。殺されんじゃないの。かわいそう、アルクさん。殺さないであげて。ついてきて。はじかれたんだな。すごい、最初にダウンロードアップロードしてる。積極的ですね。なんか話してた？停電は起きてたよ。あ、停電起きてたか。停電1回だけだよ。とりあえず小見さんがメドベイ。うん。で、アドミンでみあのメドベイ一応見て言いました。ちなみに停電前シーレモさんは停電中か。停電中にシーレモさんは O2 であのタスクやってた。停電後誰も見てないんですか？これ私死んでます？いや生きてる生きてる。死んでない死んでない。なんで？あ、じゃあ、 あの多分小見さんのところが私死んでるもん。あ、なるほど。あ、なるほどね。新しいパターンね。ん？シールモさんはストレージな気がする。違うかもしれんけど、キルフラッシュっぽいのが見えた気がする。いつ？あ、直前このレポートのちょい前ぐらい。うん、ここさんね。え、そうなんだ。わかんない。2、1、2ってなって、最後1だったから。さっきメドベイに入るとき、アルクさんがアッパー側から来たように見えたんだけど。そうだね、俺、タコさんと一緒にエレクトリカル閉じ込められて、そうだね、で、そのとき、まあ、2人タスクしてたんだけど、多分弁当空いてなくて、うん、で、多分タコさんが先に出たのかな。出た。いや、あと見えて。で、俺がそのまま左回りで死体探しながら、なかったらボタン押そうかなぐらいの気持ちで。なるほど。で、カシオカさんがメトベ入っていったって感じだな。なるほど。他の人の動きも聞きたいです。計算とか言わず。計は停電になった時、ウェポン付近行って、アルクさんと一緒にエレクトリカル。そうだね、ウェポンから一緒に直しに行ってます。計算と。
それは証明できる。その後の動きがタコさんとは閉じ込められたに繋がるから、俺の行動全部た。最終位置ストレージの人いる？いや、いないならじゃあ多分そこでシレモさんでいいと思う。だからシレモさんはコミュニケーションでタスクやってるところは見たんで、まあ次おクレイジーなのはあるんじゃないかなっていうか。OK。K はその後ストレージで配線やってアドミン行って。江田さんと一緒にウェポン向かってます。そうですね、配線やってる時に合流してるんですね。じゃあ江田さんの方が押してほしいかな。僕が先に配線ストレージです。配線、あ、ごめん、最初の方聞こえなかったっす。あ、配線のとこにいたのは僕が先だったと思う。はあ、うん、で K さんはあのエレクトリカル行って出てストレージ取って配線行ってない。あ、行ってないんだ。途中で引き返してあの配線ストレージの配線の方で、うん、枝さんと合流。そうそうそう。でその後アドミン行って、配線カードスラッシュやってそのまま枝さんとウェポンの方向かって O2 付近までは行ったんかな。まああの、うん、その辺で最初。そうですね。じゃあ配線で合流してからは枝さんとずっと一緒か。うん、うん、そうだ、ね、そう。じゃあ枝さんの配線前が聞きたい。配線前はあの右でシーレモさんも僕も見ている O2 までは見てるんですよ、同じく。でそこでもう停電始まってんのか確か。だからそこからずっと行って停電治る頃に配線始めました。O2 からウェポンズ通ってってこと？あ、下から下から。シールズの方行ってか。はい、そうそうそう。あとは、ココさんとヌコマルか。ヌコさんは、多分ウェポンでダウンロードしてアドミンでアップロードしてたよ。確かにウェポンにはいたわ。うん、なるほど、じゃあココさん。私、初手アドミンで、その停電来た、停電直して、その時、タコさんとアルクさんだったかな。そうだね。タコさんがストレージ側に抜けていくのを見たかな。で、あの、枝さんと K さんと閉じ込められて、アドミンでマップ確認して、コミュニケーションズ 1A ついてたんで確認しに行ったら、シーラモさんがダウンロードしてて、もう一回最後にアドミン戻ってっていう。で、タコさんがいる時に俺多分キルフラッシュ見てるから、タコさんはシーラモさんの件に関しては、白を出せるかな。はい、タコさんもそれは白なのかなっていうの。ラザニアさん聞いたっけ？私は、最初左エレクトリカルで何か見て、で、最初違うエレクトリカル出たところで終わり。左回りだ。からでいいかな。うん、うん、最初リアクターの方行ったんだっけ。リアクターでタスクしてリアクター来ると思ったけど来なかったから、で停電来たから降りてエレクトリカル行く前にもう停電は治ってたと思うんだけど、でエレクトリカルで何人かは見たはず。誰かエレクトリカルでラザニアさん見た。ラザニアさん俺は見たかな。俺が出るときは、俺が出るまでには来てない。え？ん？分かんない。何人かは2、3人ぐらい。じゃあ、ぬこまるにも一応聞こう。ぬこまるはどんな動きをしましたか？最初から？最初からでいいよ。じゃん。簡潔にでいいよ。どこ行って、どこ行って、どこ行ったかぐらいの。ナビゲーション行って、ウェポン行って、で、アドミン行って、で、メットベイに行ったら、ビーってなった。メットベイいた？メットベイいたっけ？メットベイに行って、うん。集会。
になった。メトベイのどの辺りで出荷になった？あ、入り口もう入れなかった。あるった。まあ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 、まあ、あの俺の後ろにいたっていうことにしよう。きっといたよ。あれ、コミさんがメットベイなんだっけ？あれ？どうだっけ？コミさんはメットベイ。茶色がメットベイだね。そう。で、コミさんの衝動とか誰か覚えてない？俺は見てないんだけど。見てないな。そうすると、コミさんはまあ、ラザニアさんがまあ、やっぱ黒一だよね。うん、まあ、左。で、アルクさんとタコさんってメットベイになんか同時に入ったぐらいに思ってたんだけど、ちょっと違うんだ。エレクトリカル。メットベイじゃねえ、エレクトリカル。え、同時に入ったよで。タコさんがちょい早く出たぐらいかな。なんでラザニアさんは見てないの？俺は見たけど、タコさんは知らない。俺はタコさん目線のことは知らない。見てない。どうだったっけ？見たと思うんだけどな。あ、じゃあタコさんは見てなくてもあれかもしれないな。見てるかもしれない。うん。抜けない。はい、はい、なんだっけ、アドミンの入り口前、ここさんで、僕はその前にセキュリティで死体があったって思ったか見たから来ました。お、なんか情報は他には？ここさんについての情報とかは全くないな。あと誰、その向かうときに誰か連れ違ったとか何もわかんない。K さんと枝さんって、はい、初手一緒にさ、リアクターの方向かったじゃない？来ました、うん、その後 K さんと枝さんは俺よりもリアクターの方にずっととどまってたっていうか、僕はリアクター行ったんだけど、 K さんリアクター来てないですよね。来てないですよ。十字路の配線やって、そのまま下の方抜けてって、エレクトリカルの手前くらいでタコスさんとすれ違ったかな。いや、手前じゃないか。エレクトリカルのロアよりくらいでタコスさんとすれ違ったよね。カシユカちゃんとケイさんかすれ違ったのは。うん。いや、俺はすれ違ってない。え？ラザケイか。まあいいや。え？その後コミュニケーションの方行って、で、ぬこさんいて、シールズあたりまで一緒に行って、レポートかな。シールズ前の通路で、コミュニケーションとシールズあたりの通路で、ヤクシマトキューとすれ違った気がする。ラザニアさんはどっちから来たの？シールズから左に行くところ。なんか誰かいた。うん、俺はエレクトリカルから出てくるココさんとすれ違いながらエレクトリカルにいて、タスクやって出るぐらいでレポートだから、ココさんはそこから左に右に行って殺されたとしたら、まあ、本当多分枝さんが見たのって殺されてすぐぐらいだと思うんだよね。うん、多分そうかもしれない。そうだと。一回押そうか。ゆったりやってるけど、そろそろ一人ぐらい釣っとく。人数的にはね、釣らないと。
はい。まあ、さっきの意見もあったので。そうすると、まあ、今話聞く限りだと、まあ、計算と、ぬこまるはやれる位置だよね。あ、そっか、ぬこちゃんか。うん。枝さんはないと思うな。枝ないっていう判断でいいですよね、皆さんから。で、アルクさんは、メットベイ。これはメットベイだね。うん。で、もうほぼ終盤までメットベイで、最後リアクターちょっとなったし向かうかぐらいかな。ずっといたの？うん、そう、スキャンもやってた。そんなかかんないでしょ。スキャンとボタンをやって、で、出てアッパー行ったらリアクターなったから、そのまま行くかぐらい。え、結構時間、そんなもんだったけど。エレクトリカルで俺タスク2つ、しかもくるくるとあれをやれるぐらいの時間ある。え、だって最初さ、ドア閉まってたじゃん。閉まってたね。なくても入れなかったじゃん。そっからだよ、まあ、俺がそっか始めたの。まあでも全然やれる位置だなと思う。まあそう、スキャンやってなかったとしたらやれる位置だね。うん。ってことは、容疑者は誰だ？ラザニア、ネッキはシールズの方から来たんだ。計算とネコマルはそれをどう捉えてんの？ネッキが。計算の頭、ん？計算は見えたんだよ。でもう一人が、あのちょろっとだから、でも多分暗い色だったと思うから。まあでも計算とネコマルってその証言からするとリアクター無視して逆走してんだよね。あ、でも、あ、なんだろう。シールズから、俺は、うん、それ時くらいかな。そん、うん、まあそんなに、なってからレポートまでそんなに経ってないと思うけど。タコはもうなんか酔っ払っててもうダメだ。今何の話してるのかもよくわかってない。まあでもぬこまる、本当だったらぬこまる強ぜって言うんだけど。俺はぬこさん白いと思ってるよ。計算白いよ。入れようか。計算もしろ。きっとそう。ぬこさんはちゃんと。ダウンロードとアップロードの順番間違えてないから知ると思うよ。でカシュガちゃん。ロア。10秒前、アドミンでキルフラッシュ見てロアに行くまでぐらい。俺が。今回はじゃあ計算白いな。でもこの回は積んなきゃいけない回か。アルクさんは割とそっちの方にいたな最。いや多分そう。だけどキルフラッシュ見てんだったら多分俺その時アドミンにいて計算アドミンで見てるから。あ、そうなんだ。じゃあ俺はもう何も覚えてないよ。ああやっぱね。俺のリコードを言うと、最初右 O2 とか行ってて停電になって停電中に無視してアドミン見てました。でアドミンでね、エレクトリカル5セキュリティ1を見てます、うん。でそのままエレクトリカル誰か最後残ったやつ死んでないかなって確認しに行った時が多分ロアの方向行った時で、中にぬこまるが一人で残ってたから、あ大丈夫だなと思ってアドミンに戻った。で見てる時に計算が来て
で、そのままレポート、俺カフェテリア抜けたぐらいでレポートかな。うん、ちなみにさっき計算が若干疑われてたのはどういう件？まあ、位置的にやれる位置だったって話じゃなくて。容疑者位置だからってことじゃないの。バルクさんでかばってるって、そこの二郎もあるかもって。ああ、なるほどね。いや、でも、まあ、計算はまだ、ああ、まあいいけど、いや、別にかばう、そういうつもりならかばうつもりはないわ。全然計算やれるわ。出せるとか、あれは。計算多分、ローアからワープしてアドミン来れるから、多分やれると思います。アドミンワープできんの今回ラザニアさんも左の方行ってなかったっけ。うん、一回行こうと思ったけど、結局行ってないよ。エレクテルから出て、タコさんと一緒に右は俺走ってると思ったけど。誰入れてんだこれみんな。すいません。俺か。え？あ。ありがとうございました。計算するんだったらさっきの容疑って感じかな。あ、なるほどね。ダイアリーありがとうございました。ダイアリーです。アルクラザニアか。うん、そんな気配アルクラザニアで合ってるよ、カシユカさん。まあアルクさんは多分分かってたけど、お一人が猫丸だと思ってあんま言わなかったわ。あ、なるほどね。マスクやってたよ、うん、大丈夫。酔っ払ってるからタコさんもインポスターだと思う。あ、終わっちゃった。ダイアリー。なんだよ。これアルクさんは大体なんとなく分かったけど、もう一人がぬこまるだと思って手加減したのに、あれ、アザニアさんかよ。アザニアさんね、都道の似てる、でもアザニアさんってさ、あれ。あ、そうなんだ。びっくりしちゃった。はい、めっちゃうまいね。切る。いや、次からは。ちゃんとやりますから。で、歩く系がアドミンにいたっていうのは本当だった。本当。本当。それは本当。ああ。うん、わかんない。ねえ、ラザニアさん、私に困るさんさ。エレクトリカル出て右行ったじゃん。え、なんかやってた？うん？ラザニアさん。私がネットで入った時がさ、俺がカシカさん殺ってたらさ、初動3キルとか意味わかんなくなったんだよね。私疑われてないもん。いや、ぬこまる、俺は疑ってて、ぬこまるとアルクさんだと思ったから、じゃあ、手加減しようと思ってたら、ラザニアさんに最後さ、ボタン押してさ、ぬこまるちゃんに誰だと思うってやろうかと思ったけど、意地悪だなぁ。いや、めっちゃ安心して、ネットでやってたの。ぬこまるじゃなかったんだ。じゃあ、ぬこまるちゃんと遊びたかった。攻めればよかった。あ、そうか、そういうことか、ごめんね。マジで2個前の会議は何の話してるのか分かってなかった。何言ったやろ、タコさん。今日何飲んでる？マッカラン。今日はマッカランと、今、核ハイボール飲んでる。うわー、金持ち。なんで？核は別に。核も高い。私はね、今日はね、タンデー辛口ハイボールっていうコンビニで買えるやつ飲んでる。缶、うん、缶の方が金かかるじゃん。かかるね、缶。マッカラン仕入れてるやつに言われたくないわ。よーし、頑張るぞ。頑張るぞい。ぞい。なんもねえ、こっち。なんもねえかった。少ねえのか、そういえば。今回はちゃんとこういうボタンも使っていくと。なるほどですね。なるほど。今ね、アドミ見てびっくりしたわ。全員通路にいたわ。俺とコミさん以外。多分ね、閉じ込められてる。あれだ、なんかネットがいいのドアが閉まってたんだわ、多分。ああ、
こでもびっくりしました。メットベイ前に5人ぐらいいたもんだ。アドミンにしかつかなくてさ、誰もいないと。さすがにでは死んでねえなと思って。ナイスボタン。いや誰だろうね。でもカシウカさんが頑張るぞいって言ってたからカシウカアルクのペア説あるんだよな。頑張るぞい。それだけの視点は冴えてるから俺そこの2色押すわじゃん。だったらこんなボタン使わないんだよな。元気だったもんカシウカさん。じゃあタコさん今日はアルクさんがインポスター多いからアルクさんに入れようぜ。いやローラするならカシウカさんの方からしとくべきかな。ちょっとカシウカアルク2色だったら俺も1キルしてから押してるわ。これ寄せるからな。ローラーするならカシウカさんからお願いします。ほら絶対これインポスター2票じゃんこれ。いや私が入れた。欲しいのもので。タコシーレモンで。タコの2色じゃん。タコの2色も。タライ票。あ、上か。あ、つか。なんもね。下行こう。いや、いやな、今日眠いな。メッドベイの通路上でシーレモさんが死んでいてアルクさんがやってました。あー俺もアルクさん釣ろうと思ってたんだ。さっきとねサボタージュの最初のドア閉めのやり方が全く同じなんだよね。あ、私も思ったんですよ。メタ読みがひどくないそれ。え、別に今はココさんが言ったから言ったの。メタ読みがすごくない。あ、まあそこはじゃあアルクさん、ココさん、ローラーにする。まあローラーでもローラーにしたとして、もう一人の話したい。ラザニアさん見てない。ネキは見てないな。見てない、ね、見てねえな。あのサボタージュは強いのかな。まあアルクさんから行く。サボタージュはね強いっすよ。タスクできなくなるんで。あ、そう、メトベ入れなくなってね結構強いなとは思う。そう、ストレージも入れないんだからあれ強いよあれ。まあココさんが言ったからっていうのは嘘だよ。次ボタンがなったら言おうと思ってたけど。ラザニアの話はもう一人の話は特にないの。あの最初のネキ見た人いる？まあ、俺は見てないんだけどさ。左見てないんで。下に行ってましたけど見たないですね。左行ったけどいたっけな。じゃあ右覚えてないけど。もう一歩ってことでもう歩くかしゅかマジであるんじゃない？いや、あの勝負面白くするためにもココさんまでローラーお願いします。ココさん白いでしょ。ないです。そう言うんだったらローラーしなくても。いやだってさ、サボタージュから見るのはさすがにひどいと思うわ俺。いやそこはわかんないけど、ココさんが行った時にアルカンとこに反論もしなかったしっていうのは。だって俺が反論する前にカセコさんのって俺で決めつけたもん。そう、俺が先に言ったよ。だからもうひどいなって思ったから、ちょっとこれはゲーム的にココさんのローラーお願いします。あ、ローラーいいですよ。ココさんボタンあるっけ。私ボタン。あ、でも今おっしゃってる。いや今これレポート。いや、これレポートです。レポートです。あるよね。まだカシウカちゃんだけど。押します。じゃあ、あのドア閉めをすればアルクさんに容疑をなすれるってこと？何が私あいるか、何でもない、ごめんなさい。それもえって言われたから、あれ全然釣れた、さっき釣った、そういえば。コミュニケーションズのさ、サボタージュの直すのさ、多分スイッチ自動で止まるわ。は？
あの、くるって回すと、治る位置で多分で止まるわ。ずるくないっすよ。超早いわ。いや、多分だけどね。え、だから、ここさんとかなんか爆速で直したの今。いや、私、アルクさんの動画見たんですけど、あの、自分あんなに早く直してるんですね。そう、俺も今さ、やってさ、右スティックくるって動かしたら終わったんだよね。いや、ほんと。すごい簡単にできちゃうから、スイッチ。で、ラザニアさんの目撃情報はないんだよね。なかったね。まあ俺のせいでここさえ釣られちゃってすまなかったな。でもここさんも思ったでしょ、サボタージュの使い方。いや、あれこれ最初のアルクさんの試合に似てるなって思っちゃって。思ったよね。いやでもあの扉強いよ。え、妙だなって思ったよね。二段締めは。ペロ、このサボタージュはって思った。いや、本当そうなんだ。じゃあまあ、ここさん、すいません。はい、今サボタージュもちょっと。遅く直ってくれればもう一つぐらいできたのに。タスクスイッチが早いせいで。そんなこと言わないでよ。実際ボタンのクールタイムより先に直ってるからな。最終位置教えていただきたいです。タコナビゲーション、エダメットベイです。コミリアクターで、カシユカさんついさっきまで一緒で、初動をカフェテリア下ずっとぐるっと行ってストレージ扉待って、エレクトリカルにカシユカさんが扉閉まってんの待ってるところを見て、私先に行きました。で、猫さんはあれ？今このレポートが鳴るときにいた場所。セキュリティとリアクターの間ぐらい。通路。十字路。小見さんとはすれ違う。小見さんだっけ、そっちの方行ったって言ったの。はい。合ってない。合ってない。皆さんメッドベイだよね。はい。どういう動きでメッドベイに入った？今聞かれてるの誰だから、誰から聞いてる？あ、タコです。タコさんから。え、計算アドミン見てるのを確認して、その後、うん、シューって、あ、アドミンでダウンロードしたのかな、確か俺、アップロードしたのか。で、あ、計算、あれ違ったっけ、順番わかんなくなっちゃった。いや、合ってる。うん、そんな感じで、計算、あ、アドミン見てるってなって、その、スーって。あ、そっちからならいいです、それ。メッドベイからナビゲーション行ったから、と思って。うん、じゃあ、黒一は江田さんと猫さんか。エダさんは多分しなくて、どこだの？キルフラ、エレクトリカルで死んでて、あのキルフラッシュアドミンで見てから向かってて、多分そのタイミングでエダさんいたから、エダさん多分向かって、あ、なるほど。じゃあ、コミさんのあれはアドミンで証明できるの？うん、一応なんだろう、見た時にはローアに位置ついてて、そこからどうかなって感じ。え、あ、じゃあヌコさんとコミさんは見てる？お互いをってことですよね。あれ、下位置最初言ってたっけ？なんか不思議なんだけど、あれエレクトリカルって聞いた気がする。あ、言ってたのか、うん、じゃあ今私は危ないよ、危ないよ。あ、初動は一緒だったんですけどね。このThank you.
小見さんが最初柏さんと一緒に下行ったんだっけ。あ、そうです。多分最初ぬこさんと柏さんと私がカフェテリアから下行ってて、で扉が閉まっててストレージ前で待って、でストレージ抜けて、でエレクトリカルの扉閉まってるの見て私は前に進んでたんですけど、ぬこさん多分ストレージからエレクトリカルじゃなくてコミュニケーションズの方抜けてましたよね。いや抜けてない。あ、じゃあ後ろに行った感じですかね。後ろ、あ、私と柏さんが同じ方向にエレクトリカルロアエンジンの方に抜けてるのが前に見えてた感じですかね。え、小見さんから見たらぬこさんは右に行ってたって感じでいいの？じゃあ、いや、私がストレージから最初に抜けて、で柏さんが後から抜けてて、エレクトリカルで扉開くの待ってたのを見てたんですけど、私の視界の中ではぬこさん見えてなかったので、ストレージからシールズの方抜けたのかなと思ってました。ストレージからそのままドア行って、そこら辺でなった、その上ら辺でなった。あ、ストレージでなった。さっきセキュリティ十字路って言ったよね。うん、その上でなった。ん、あれさっき今、まあ、わかもうなんかとりあえず俺は猫さんに入れた。ローラーすれば多分俺と思うんだけど、ローラー誰とローラー僕とってこと。なんか先僕黒いシーって言われた。あ、コミ猫コミで、まあ計算と枝さんが白署名でから、あ、白いちって言われたのか俺。うん、うん、あ、びっくりした。黒いちって言われたの。ごめん、投票間に合ってね。危ねえ、ごめんなさい。まあ、最初のアルクさんの感じから猫さんかなとは思ってたけど。もう頑張ったよ。頑張った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 ね。応援した霊界から。めっちゃ応援してめられた。ごめんね、メタ読みしちゃって。でもアルクさんのサボタージュの味がしちゃったんだもん。いやあれは本当に。マジサボタージュだ。何もできないんだけど。妙だなってなっちゃったんだもん。他の人もあれ真似すればアルクさんに忘れるの。でもね、さっきの2回の会議みんなふんわりしてたね。うん、ふんわり会議で1票しか入ってなかったから俺の。そう、俺あれはやべえなって思った。俺だけだった。最後は別に困る、何もおかしくなかった。最終位置もおかしくなかったし、え、最終位置なんか2回目ストレージがどちらに行ったか、あたりのその上行ったあたりでなったって言ってるから。1回目はなんか、あ、いや、セキュリティとセキュリティと通路の間って最初言ってたんで、その後はロアエンジンの上ちょっと行ったぐらいって。あ、そうなんだ。ロアエンジンの上って言ったんだ。俺ストレージの上って聞こえたから、聞こえたってか思っちゃった、まあ、このせいだ。でもそうなんだよね、コミさんがそこにいるってぬこまる言ってのに、うん、シールズの方行ってるって言ったのは、これはぬこまるごまかせるんじゃないかってちょっと思ったけど。ああ、そこシールズいるってた方がよかったってこと。いや、いや、そう言ってるのになんでそんな、こみさんがなんかそう自分になすりつけてきてるっていうのを強く主張したら、ちょっとどっちがわかんないなってぐらいになってたかもしれない。そう、ね、あ、すいません。あとみんなふんわりしてたし、その俺はなんか最初のアルクさんがゲームを投稿するように、いや、あのまたら抜き丸かわいそうかなと思ったからさ、あ、抜き丸なのかなって思って、抜き丸に申し訳ないなと思って、うん、ふんわり早々に死んでったの。あれ、アルクさん私になすろうとしてたんですか。いや、見えてなかった俺目線は。あ、ここさんが急にぬるって出てきたから、おったんかーいってなった。でも最初ね、死体ないか確認してた。ああ、そうね、下の確認っていうか、え、あれメットビーから出てきたよね。あれ、メットビーから出てきました。あ、ナビゲーションで最初殺されたもん、ぬこちゃんに。あれは良かった、うん、で、誰も見てないし、うん、ナビゲーションすごくいいですよね。やるやん、うん、やったぜ。ねえ、ねこまるさんと遊びたいから殺さないでし、イレモのこと。そう思ったわな、それ。シーレモさん、また殺されちゃった、かわいそう。アルクさんに殺されたの。アルクさんに殺、しかなんか、
雑なところで雑に殺された。いや、あれはいると思ってなかったんだよ。コミュになってたからあそこで殺したら結構強いかなと思って、ね、そしたら中から出てきたらどうかもない。アドミン撃つんでしょ。うまかったよ。あ、違うか、でもネキは自分で言ったもん。あ、そうか、死ぬかもあれくさんの方。私殺そう。カシオカは俺が 今殺せって言ったけど、いや、そう、あの殺した後さ、なんか霊界のみんながさ、ベントベントベントってさ、めっちゃ応援した。はい、入れなかった、入れかった。霊界見てるとさ、下から計算入ってくる、見えたからさ、早くとか言って。いや、あのね、いや、レポート直前でベント動いた気がすんなと思ったけど、まあいいや、そこはなんかちょっと。だってなかなかベント入んないからさ、下にの子でボーッと立っててさ、逃げろ逃げろ逃げろって。俺、もう、ボーッと立ってるの見えてたからさ、向こうまで見られたんじゃねえかと思ったわ、計算に。めっちゃ応援してたわ。いや、ギリギリ。盛り上がってたね。ギリ見られてなかったぐらいだよね。閉じるの視界の端に映るか映んねえかくらいです、ね、結構自分で殺して自分でびっくりして立ち止まっちゃったのかなと思って。殺し方のラグあったからさ、固まってたからさ。成長してるか。人がこんなに簡単に死んじまったって。やろうやろう。ダメだ。次ラスで。俺もそんなもんですね。わかります。あっち答えになったの？なったよ。ぬこまるさんと遊べなかった、あんまり。そら、歩くさんに文句言ってくれよ。歩く。いや、俺だってね、俺だって、まあ、サボタージュしたら俺ってわかるんだよ。サボタージュしたら俺ってわかるんだ、もう積んでるよ、俺。いや、あれはね、あれはずるいなって思ったよ、普通に。あれはひどいよ。口に出すのはダメ、さすがに。わかった。うん。まあ、てかダメってね、切ったところでね、人間そう思っちゃったらね、もう、そう思っちゃったら、まあ、その最終的に決めるときになるのしょうがないけど。俺、今後、サボタージュしたら積むんだなって思ったわ。全員が思っちゃうのはしょうがないけど、口に出すのはね、それはさすがに。わかった。うん、ダメか。ちなみに、どういうサボタージュ、コミュニケーションになったからってだけじゃないでしょ。ドア閉めでしょ、俺がドア閉め。ドア閉めのタイミングが。2連続だったじゃん、アルクさん。ああ、そういうことか。そう。いや、あれ、俺なりに考えて、あれがベストかなと思って、俺は。手足めて、その後、メッドベッド思っちゃった。あれ、めちゃくちゃうざかった。あれ、うざかったね。俺もね、インポスターの時は、あれ、結構意識してやってるけどね。アルクさん、今日多いね、本当に。いや、俺はやらない。俺、3連続ぐらい。ねえ。タコさん来るかな、最終戦だから。まあ、最終戦だから、タコさんかな。ちょっといいよ、もう。いいよね。タコさん、だから。はや、いや、俺カボタン俺ついたいの。何もできなかったよ。何もできなかった。ミュートだる。アルクとか、アルクとかコミが解除されんが。ミュートされた。え、そんなに俺を釣りたいの？ご参加しました。今どういう流れですか？誰？いや俺が投票するかどうかね。俺がタコさんに投票するボタンやりたいなと思って押しただけで、みんなスキップに入れてあげてください。俺はタコさんに投票しちゃってます。タコさんじゃこれ、チコさん投票しましたって聞こえたから。俺はタコさんに入れちゃってるんで、村の皆さん。俺なんか弁当見たんかと思ったわ。弁当で。絶対この会社は俺を釣るボタンだなって思う。俺多分これみんながふざけて入れたらマジで釣れると思うわ。じゃあね、タコさん。ごめんな、相方の人。危ない。セーフ。一人殺してから死ぬから、任せて相方の人。ここで来るとやべえよな。遅延じゃん。はい、僕が、はい、タコさんが殺してました。ねえ、なんか。タコさんが殺してるの私も見ました。ナビゲーションでタコシーでもってこと？いや、シルモさんは見てない。シルモさんはいないでしょ。俺今ミュートだったからさ、聞こえてなかった。でもナビゲーションでしょ？え、待って、カシウカさんの目撃情報本当なの？冗談じゃなくて？タコさんが殺してました。うん、タコが。あのマジで、あの今。あの
ヒルフラッシュ見た直後に3になったから 3? あ、3でやってる。うん。うん。タコがやって、カチュガチャに見られました、ナビゲーションで。ちなみにローラーしてほしいです。でもこれさ、ゲーム立て直した方がいいんじゃない？まあ、いいんじゃない？どっちかがいいのかいいです。最終戦。ちょっとつまんないな。そうだよ。まあ、人のこと言えないんであれなんですけど。リーブしろね、鬼の人。え、どっち入れればいいんです？まあ、タコさんに入れて。好きな方入れればいいじゃない？タコさん？ちなみに俺はカシュガちゃんに入れてないよ。私入れてよ。さっきアルクさんに入れてよ。そうね、ここゲーム続けるかどうか迷ってる。うん、じゃあ過週間までローラーしよう。オーケーねえ、もう本当にさ、いやこれはダメだよな。どういう、タコさんがデロデロする。30人ゲームがつまらないから過週間まで集うって言われ、真似してるやついんな。メッドベイでコミさんです。メッドベイ、メッドベイ、アドミン情報とかは？アドミン見てて、あのキルフラッシュを起きたんで行きました。あ、リアクターずっとついてたと思うんだけど見てる。リアクター、うん、ついてて、これ俺です。あと、まあセキュリティもついたりついてなかったりで、リアクター後アッパーにローワーにまでは見てるかな。その後ローワーにはエレクトリカルにそのまま入ってると思うんだけど、エダラザー。それはセキュリティがついたり消えたりって何？カメラってこと？いや、人が入ったり出たり入ったりしてたかな、セキュリティは。これは誰かいるの？
いつですか？リアクター開けですね。リアクター開けなら俺かな。リアクター中みんなリアクター十分いたからセキュリティで廊下に下落ちてないか確認しに行ったんですよね。それだけ。多分その時の僕とかかな。まあ、枝原沢はまあじゃあいいとして、あと薬島さんもリアクターいたから、やばい、めっちゃ黒いチアシでも、うん、私は元気に経営のタスクしてた。計算とすれ違ってるっていうか、計算のこと見たから計算を見てるといいんだけど。そうですね、いつの話してんの。直前ストレージで給油してるときに計算の影を見た。ストレージで給油してるときに直前で見てるっておかしくない？それだいぶ前の話だと思うんだけど。あ、ごめん、私のことは忘れて。リアクター後ではないから、それそっか。みんなどうする？あ、スキップとりあえず入れてるけど。ふわしちゃった、ごめんね。あの弁当移動してるようなアドミンではなかったってこと？なんかでもなんか微妙なんだよな動き方が。セキュリティとアッパー2が結構チカチカしてて、まあセキュリティから飛んだように見えた瞬間もあるし、ロアから普通に入ったとも取れるような微妙な。チカチカしたんだったらさ、ココさんと枝さんはセキュリティですれ違って出入りしたとかあるの？いや、ないっすよ。リアクターみん、リアクターの僕リアクターなっててみんながリアクター修理してる間にセキュリティ見て終わっ、あのリアクター直してる人たちとあの通路で合流してるんです。エダラザはまあその後も白出ししてるからな。ああそうなんだ。あのモクティですか？あ？ここさんの自分か？釣ってもらっていいですか？釣りましょうか。どうしたのココさん？一人で行くの大変だよ。ちょっと自分でも混乱してるんですけど。どういうこと？どうしたのよ？俺がインポスターだったから混乱してる。どういう？ごめんね、ココさん、そんな感じになるか思わなかった。そういうことか。タコさんじゃないんだよ。あれちょっと足湯かなの？俺なの。でもあそこは、いやでもね、そう、あの試合の結果的には同じだったよ。あのね、俺がコールされた瞬間本当にあのたくさん入ってきて、そうそう見て、だから結局どっちでもローラーになってたよ、まあ、あれは。足湯かちゃん。だけど、まあ、ローラーにはなってただろうけど、なんかなんですあれ。別にタコさんがあの先に釣られてなんか自分がインポスターだって釣られてたからかわいそうだから、俺はそのハンデとして一人殺してから自白しようか、あの誰かが押したら自白しようかって歩いてて、薬島が押したから、じゃあ俺まで殺してなるほど、ね、うん、まあ結果的には変わんなかったと思う。変わんなかった。結局タコさんがかわいそうなやつだったけど、俺、まあ、でもタコさんなんでと思っちゃって、すごい、まあ、これ続けていいのかわかんなくて、ロラになるならなるでいいし、俺だけでもなるならそれで忘れてほしいかなって思ったけど、なんかそんな感じになるならマジで申し訳ないなって。でも俺がさ、ロラしてって言ったのはさ、まあ本来はそういう、本来だったらそうなるからっていうのは分かるし、まあまあまあね。すまん、これは。いや申し訳ないです、私も。もう一回チャンスしちゃった。ちょっと混乱しちゃって。結局あれもココシールもローラーになってた流れだと思うし。まあ、そうですね。まあね。どっちみちって感じか。で、ココさんは混乱してなかったらちゃんとまともにプレイできたもん。
ここさん何も悪くないよ。うちらが悪乗りさせるよ。ここさんの戸惑ってる感がすごかった。何も喋んない。大丈夫ですか、ラスト。はい、大丈夫です。できるならやらせてください。はい、そして僕は多分これでインポスターになります。ラスト、江田さん大丈夫ですか。大丈夫ですよ。オッケー。ちゃんとやろうね、みんな。ちゃんとやろうね。勝ちやろうな。もう絶対勝ちやろうな。勝ちない。勝ちでやってみよう。始まりました。あ、落ちるね。これは、さすがにやり直そう。これやり直そう。これやり直そう。あ、来る。一応騙されてるな。あ、解除されたの。あ、今解除した。手動で。いいかな。ちょっと最初っ端もしかしたらミュートかかんないかもしれないから。うん、そうだね。自動使わない人は自動ミュートで。はい。最初の会議以降に普通に。多分そう、1回目の1回会議挟んだらかかるから。だからで、だから先に最初にボタン押そうとかはなくていいと思うけど。うん、いいよ。それはいい、それはいい。まだ入れません。あ、入れない？ちょっと待ってください。1回出ちゃ、なんかブロックされちゃいました。ちょっと待ってください。ああ。多分抜けたからのあれだろうね。あ、来ました。スマホさんだけやな、それは。PC ないよ。俺も一回なったことあるよ、抜けたから。俺一回あるよ、うん。お待たせしました。はい。アルプさんミュートだけど、これ大丈夫な、ミュート。これは普通のミュート。いやー、すみません、これ多分落ちます。あ、落ちたね。まあ当然ここは来ないと。はい、2連勝と。すみません。はい、余裕。はい、余裕。さん、ちゃんとシステムがタコさん認識してんな、マジで。タコリセマだね。目に来るまでタコさんが落ち続ける。タコリセマだ、笑う。タコさんになるまでタコさんが落ち続けるっていう、ね、リセマだじゃん、マジで。やべえ。本当申し訳ない。タコさんがインポスだったらタコさん落ちずに、普通にゲームが始まるのか。まあ、落ちるんだったらこのまま行きましょう。部屋は。え、何もう一回変えんの、このまま。いや、このまま行こう。あと1人部屋変えたらあれだったんだけどね。まあ、あと多分3回も絶対ないように絶対できるでしょ。え、これミュートかかる自動で。かかると思う。うん、もう始まったね。あ、行けたね。よいしょ、行けたね。よし、え、待って待って、どこ、全然見えねえ、はいや、はいや、かわいそう、はい、アドミンのカードスラッシュのところでここ3死んでます。
はあ。ただ重要情報がないならタコからタコ目線ラザカシワシロ。ラザニアさんが別本でカシワシロ。カシオカシロイ、俺目線別に弁当使えばやれるんだけど。ああ、そう、あ、最速だった。A さんが最速で、ナビゲーションでタスクしてる俺を見てて、その後、うん、タコさん、ラザニアさんとすれ違ってるからやれる暇ないっていう証言ができるかな。ナビゲーションで K さんが見てるっていうなら、あ、見てるんだったら、まあ、あれ見てる。ナビゲーションで、そう、カシオカさんいて、その入り口のところでアルクさん配線かなんかやってたかな。いや、けど俺、ウェポンでダウンロードだから、そこ最初、初手ナビゲーション行って、即弁当で即戻って、うん、いやー、どうだろう。あ、でもカードスラッシュの上だから、ね。じゃあ、シロと考えなくていい。ラザニアさんだけ、じゃあタコからの、あれは。一人さ、カフェテリアからナビゲーションに一旦みんなの書道を洗いましょう。書道、書道左行った人と下行った人を教えてください。仕入れも左メッドベイ。左書道枝。誰かに見られてる？仕入れもさんはね、書道ではないよ、多分。え？でね。いや、そのてか私実は柏川さんのトイレ行ってて止まってたと思う。あ、そういうこと。あ、OK、うん、止まってた。枝の後仕入れもみたいな順番でメッドベイ。はい、コミさんは？私初動下行っててアドミンでカードスラッシュまではココさんと一緒で、その後ストレージの方に出てます。はい、その時にアドミンに入っていく人とかは？入っていく人いなかったですね。アルクさんは？俺は計算の後ろずっとついて回ってたので、計算俺白出しできるんじゃないでしょうか。うん、白いと思う。アルクさんはシールズくらいまでは一緒にいてから、うん、アドミンも一緒に入ってます。入った。だから計算のセルフじゃないことを証明します。そうなると俺は全然やれる位置になっちゃうんだよな。おいシールズ入ったとこぐらいかな最後は。うーん、あとラザニアさんはいいわ。うん、うん、みんな押さないのこれ。はい、はい、薬島は初動右からってこと？そうだね、ウェポンで、タコネキいる中ダウンロードして、うん、ナビゲーション行くときにカシオカとすれ違って、ナビゲーションは俺寄ってないけど、まあ、そのままシールズ行ってって感じかな。うん、カシオカちゃん上でウェポンで最後ラザニアさん見たって言ったよね。いや、ウェポンは行ってない。あの、あれ O2 な、 O2 からラザニアさんとすれ違ったんじゃない？言わなかった。ん？ラザニアさんともすれ違ったって言わなかった。それはラザニアさんだったと思うけど、 O2 で一緒にいたのって違ったかな。あ、O2 行ったのか、ラザニアさんが。あ、じゃあいい。ウェポンズの後に行ったよ。そうすると一応今の証言を全部信じるとして、黒市はコミさん、ヤクシマだよね。そうだね。まあ、ぶち切りでコミさんが怪しい位置だけど。この後の枝さんは、シレモさんがメットベ入った時に枝さん出て行ったんだよね。すれ違ってないけど、証言が本当ならそうだと思うよ。すれ違ってない。すれ違ってない。すれ違ってないのに証言が本当って、どういうこと？どういうこと？すれ違ってないけど、枝さんの言ってることが本当だったら、枝は私の順番で入ったんだろうねって言っただけ。シレモさんは曖昧だけどって感じ。なんなら、シーレモさんも多分キルしてから入れるし、うん、枝さんは出た後キルできるんじゃないかなって。シーレモさん、ごめん、一つ言いたいんだけど、はい、カードスラッシュまでコミさん一緒って言ってて、初動でね、言ってて、うん。で、俺ダウンロード挟んで、ウェポンでね、うん、って言ってんだけど、そこまでさすがにいなくない？そこに。ね、いや、それは思ったよ。なるほどね。それは思うよな。よね。コミさんの行動も短すぎるんだよな。うん、ああ、コミさんはその後なアドミン出たところなんでしょう。そうですね、アドミン見ようかなって迷って、いやまだそんな動いてないしいいかと思って出たところって感じです。ちょうどカメラ、それじゃ計算と違ってないと。うん、はいはい、計算とすれ違わないとおかしい。ああそうだね、下に走るから。あ、釣れちゃうんだ。まあ釣れた。シレモさん初動止まってたんでしょ。うん、止まってた、ごめんなさい。
やばい。そんな長いことオール状態になっちゃう。給油タスクの付近でラザニアさんです。もう一人ロアエンジンいたよね。いや多分ね、今枝がついてった、うん、レポートの時ってこと。そうですよ。さんのはそう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 、あうん、それは、ね、枝さん。あ枝さんか。で 枝もね実はね見たの、その切るフラッシュってやつをね、あのアドミンで、僕間違えてボタンを押した方がいいのかなって、ボタンを先に押しに行こうとしちゃったからね、あちょっと遅れちゃったけど。え、ちなみにキルフラッシュのタイミングはオーツを直した後、直した後だと思う。そうですね。オッケー。でじゃあタコさんは白目なの。そうだね、カシユカタコは白くていい。ヤクシマも白いと思うんだけど、ヤクシマさんも無理だと思う。あずっとあの辺にいたんだ。時にアドミにいた。アドミにいて、うん、多分そこまで移動できないはず。じゃあ歩くシーレも。皆さんはアドミンにいる俺を見てないのでしょうか。俺がダウンロードアップロードかするときにはいたよ。ウェポン。アルクさんはオツ直した後にオツからウェポンの方に行ってるのを見てるから、アルクさんもきついと思う。じゃあ。きついと思ってる。直した後にスキルラッシュならアルクさんもない。皆さんはセキュリティにいるシーレも見ていないのでしょうか。じゃあ黒いじゃん。いや見てない。いいのこれ、セキュリティカメラ使ってのみたいな感じ。え？セキュリティのカメラ使って、セキュリティのカメラがついてても黒いでしょ。あ、そうか、そうか。皆さんカメラを見てください。セキュリティを信じるよ、今日は。今日信じて、タコさんビセマラしてるからね、今。タコさんビセマラだよ、みんな思い出して。タコさん目線は誰が怪しいの。タコさん目線、じゃあアルクさんが怪しいかな。あ俺さっきさカードスラッシュさ5回目ぐらい失敗したからインポスターかもしれない。俺も3回ぐらい見せたから俺もインポスターかもしれない。俺もあそこで、ね、これタコさん見てなかったらタコさんが怪しいって言えるんだけどな。話入れもね、入れるじゃん。ビセマラしたじゃん。いやこれ納得いかないわ。いや俺はもう終わりよ、うん、終わりましょう。やだー。終わっちゃったよ。お店でもで終わりかよ。終わっちゃったよ。最後一瞬で終わっちゃったよ。せっかく。ビセマラ使う時間の方が長いまであるわ。いやいや、めちゃめちゃやるかと思ったんだけど。順当すぎる終わりを迎えたな。カシオカさん、私ミュートの注意したじゃないですか。はいはい、注意っていうか、ミュートかかってないですよって話したじゃないですか。いやその時殺されてるんですよ。すごい冷静な、ありがとう。フラッシュしたらいなくなるのに、なんか結構止まって立ち止まってて、あれこれはあ行け行け、うん、やっちゃおうかってやったら実は やりすぎちゃいました。やれちゃいました。初動は難しいよな。そうね、初動は結構みんな固まってるから特にっていうのがある。いる時間が短くなるからタスクの上って基本的には。あ確かに。そこにずっといるわけがないからみたいな感じでやっぱ怪しくなっちゃうよね。まあ、カードスラッシュとかただね、初動は挑戦して成功すると本当強いから。そうだね、やるのはいいことだと思うよ。稼げたら結構通ったりするから。まああれでなんか、ね、それこそカシウカさんがよくやるボタン押しとかでうまい。ただその本当に場所が悪かったって感じだよね。今アドミンのカードスラッシュはさすがに確かに5回ぐらい、うん、例えば今の小見さんだったらここさん殺した直後ボタンを押してアドミン見て平気だと思ったとか言ってる。そうそう、で早く押しすぎちゃったのはごめんなさいみたいな。それ全然いけるかもしれない。ああなるほど、素早い動きが必要です。難しいね。難しいですね。まあ、俺もなんかダメそうだけど殺して即落ちはメタられちゃう。やりすぎるとメタられちゃう。結構やってるから最近。
こだし。それの時でも今日はやったから、そう、それやるとき結構勝てるからね、癖になっちまう。まあ確証まではいかないよね。だいぶ怪しくなる。そうそうそう。コミさん、しかも今の多分コミさんがそんな感じでやっても疑えなかなか。コミさんは絶対、ああ、うん、ちょっと早めに、早めっつうか、ちょっとやっちゃった、見ずにおっしゃった。むしろ、むしろタコさん釣ろうかの流れまである。最後は狙いです。まあこれで分かったでしょ、最後だからって俺をそんな安易にやってない。タコさんじゃなかった。タコさんじゃなかった。よかったね。今日一回もらってないもん、マジで。だってあんなに犠牲もらしたのに。そんなに犠牲もらしてもならなかった。ねえ。一回もらわなかったな、今日は。楽しかった。もうタコさんが酔っ払ってわかんねえって言った時は一番面白かったよ、今日。いやでもよかった、ココさん2回落ちてくれて。え、一番どうだったの？あそこ2回俺インポスターだったからな。あ、そうだったんですか。一回私でした。いやー、一回そうだった。ココさんな、一回、まあ、混乱させなくても俺あそこで死ぬパターンだったから申し訳なかったね。いやでも、多分混乱しなかったら。もうなんか今日、悪者じゃん俺って思っちゃったわ。最初からな。かしゆかさんキャラ違くね？なんで？そんな優しい人物だったっけ？え、俺あのタコさんとさ、あのシーレモさんがギスギス出した時爆笑してたけど。俺も我慢してたのに、お前が会議終わりにさ、笑うからさ。笑ったよな、カシュさん。会議終わりになんか笑い声入ったよね。そう、あれ心から笑ってたけど。なんで心から笑ったんだよ。面白いじゃん。面白い。カシュさん大好物だもんね。まあ、だから見てたら面白かったでしょうね。単純に面白かったよ。いやでもそこも、そこじゃなくて、なんかカシュカさん今日やけにみんなに優しくない、ごめんごめんって謝ったりさ。みんなには優しくないし、ココさんには優しいけど、うん、ココさんには基本優しいよ、うん、そうそうそう、ココさんには優しいよ、ココさんには優しいよ。でもココさんと俺あれだからね、一回ダメだったけど、まあ一回勝ってるからさ。まあそうですね、一回なんか今日インポスターの勝利率高かったよね、いつもより。そう、だって最近全然勝てないとかあるじゃん、一回も勝てないとか。昨日の方が高くなかった金庫。昨日3回ぐらい勝ってなかったわ。今日一回だけだっけ。あ、昨日俺やってね。2回ぐらい行った。あれ1回勝った。1回ラザニア半分勝った。それだけだよ、ね。それだけか、なんだ。昨日3と俺と、あとは対3と俺が勝ったのぐらい。あ、それなんか動画で見たな。だけ昨日負けた気がする。昨日結構ね負けた気がする。俺は負けなかった気がする。だけど1回インポで勝ってない気もする。わかんないやもう。でも結構インポスター勝ってるよね。一昨日なんかすごい楽しかった回も、なんかそう、過去よマジで過去1位だったね。あの最後面白かったんだから。急にパッションもめっちゃ出だした。熱い試合が終わった。動画見ると私すごい喋ってますね。あ、でも今日あれじゃん、最初あの歌集かここかってるじゃん。そうそうそう、あ、勝ってます。あれってよかった、俺がやられたやつだ。あ、そうそう、俺はでも納得いってない。うん、そうだろうな。なんで俺だってすげえいい推理してたじゃん、シーデモさんのこととかさ。してた。右でアルクさんを殺してた、絶対2人目やれないとかさ。そうだね。でもなんで俺に疑い来なかったんだろうと俺は思うけど。ここかしゆかがあのリアクターにいたよっていうのが通ってたから、そこでだいぶ有利になってた。俺だっていたじゃん、だって俺がちょっと怖いんだけど。俺だってむしろ俺だって計算と一緒にあそこリアクター行ったじゃない。まあそうだよね。あのアルクさんについては疑ってなかったってだけだもんね。その後はね、分かんないもんね。俺の立ち回りもな。だけどどうだったの？いやでもタコさんね、あそこはもう俺あの。かなり焦ったんだよ、タコさんが、うん。絶対右で死んでるって確信持ってたから、もう早めにリアクター抜けて、右と。そうだけど、俺が見つけちゃったん。でもね、どうだろうね、あれ、あのまんまナビゲーション直行したら間に合ったんじゃないかなっていう。俺、絶対間に合わずに、俺も行く途中で殺されると思ったから引き返したんだよな。どうかな、ギリギリ間に合ったかもしんないけどね、その O2 とかまで確かめてたら多分行けてた。ああ、うん、うん。どこかは確信なかったから、まあ、O2 全部回ってたと思うわ。うん、きつかったかな、どっちみち。アルクさん殺してちょっとして戻ってったところで、あの
ああ、でもドア閉めてくれたのが超ナイス。あ、自分で閉めたかな、あれ。なんだこれ、カフェテリア。カフェテリア、自分で閉めたかもしれない。あれ、あれがなかったら、まあ、無理だった。うん。見てるつもりだったから、俺は。なんか、コミさんがスーパードア閉めマンだった。ドア閉め強いと思うけどね、単純に。アルフさんのね、強かったからな。メタ推理しちゃいましたけど、申し訳ないけど。あれ、使えねえんだけど。いやもうやんねやりませんからでもさっきの試合もちょっと意識してやったよね。あ、俺は意識してやってた、ね、俺意識してやったあれを。え、どういう締め方してた？カフェテリア閉めて、カフェテリア閉めて、10秒。俺は真似したのはストレージ側かメトベ側にいて、だあの、まあ、幽霊視線だけどね、あの開いた瞬間にその先を閉める。見てる方なのか、もう全体閉めてたのか。全体閉めてた？全体は閉めてない、その一歩先だけ閉めるようにしてみた。ああ、そうなんだ。初手カフェだけ閉めてやってみて。他にアルプさんの真似っこしたわ。次に全体だったら普通にやれると思うけど、その次に一個ずつとかめんどくさいからやれないわ。いやでもあれマジで強いと思う、あれは。ただあのサボタージュがさ減るよね、使える回数。ああ、これはね。いやだって最初の30秒キルできないから何か意味ない。うん。あ、だからドア閉めに20秒使って緊急サブを起こして10秒稼いで、あの今日アルクさんのあれ学んだのと、あとは次絶対会議開かれるときにサボタージュを押さないっていうのが、まあ、強いなと思って。そうね、俺はそれはやってるわ。俺もやってる今、あのタスクされないように。ああ、閉めるだけにしてサボあのなんだ、そうやったサボタージャーを起こさない。なるほどね、それ強い。どっちがいいか、俺はちょっとでも時間たたしたいだけど、あ、推理をごまかしたいってこと、うん、ちょっと時間たたしたい。まあ自分が黒1とかになってるときはね、自分黒1だったらもう道連れ切るんだろう。一歩以外が黒1になってるなら全然ドア閉めで、あ、ローラーで自分が釣られるなってなってるんだったら道連れだったら緊急起こしたいね。でもそう、俺コミュニケーションがみんな難しくてあれなんかなと思ったら、スイッチ超簡単でさ。いや簡単ですね。でもね、コーラスのはねバグるんだよ、たまにコミュニケーション。一瞬で治る。コーラスのは本当に開いて触らなくても治る時あるから。その前がそれだったね。あれさ、ここさんあれ止まるよね、やっぱり。治る位置で。でも すぐ終わりますね。ねえ、あの右スティック半周ぐらい回すと終わるよね。いや本当にそうなんですよ。ずるじゃん。マジ？石丸意外とここら辺でいいかなって思ったら微調整しなきゃダメだから。微調整なんかなんないよ全然。マジか、それは強いな。強いな。あ、でもスティックだと難しそう、単純に PC と同じ操作しろって言われたら。そうだね。だからまあスイッチ勢が長いこと時間かかってたらちょっと怪しいんでいいんだな、じゃあ。確かに。スイッチ勢あれ直せる時間3秒以内。私コミュニケーションとか棚からできないからやんないもん。それはやばい。そうですよね。まあでもね、シーレモさんそんなコミュニケーション来てる時間があったら、あのエレクトリカルのタスクやんなくちゃいけないから。そう、くるくるやんなきゃいけないからね。思ったんだよね、なんかさ、シーレモが疑われるのってさ、多分アドミン情報とか一切見てないのもあるよね。いや、私アドミン見てるときは見てるじゃない。何も知らなかったら、ね、マジで偶然容疑者位置に毎回いるんだよ。それもあるし、やっぱね、白い情報出さないんだよ。そうだよね、アドミン情報とか、だって聞いた覚えがほとんどないし、行動履歴もね、行動履歴も誰かとすれ違ったとか言ってくれるんだけど、その時系列がむちゃくちゃだから、あの推理になかなか生かしづらくて。でも、俺、今日、死体目線で、あのシーレモさんがエレクトリカル入ってたアルクさんを見たって言ったとき、俺、あれね、正直キルしたときに、シリマさんだったら覚えてないからキルしていいやと思ってキルしたんだよね。いや、あれは本当ね、使ったわ。そうで、一応覚えてたらダメだから、俺は先にどこ行ったとは言わなかったけど、シリマさんが俺の目出さなかったら、俺ね、その場にいなかったことにして、右の方に行ったことにしよったなって思ったんだけど、いや、まさか覚えてるとは思わなかった。うん、覚えてるよー、あれなかったねー。シリマさん、たぶん時系列を覚えるようにしたらもっと強いと思うよ。時系列ね、いつっていうのが結構ね、外から聞いてて全く分かんなくて、あの結局黒1にだったなと思うわ。
悲しいよ。だからなんかみんなが話してる時系ですと違う証言を始めたりするからそれやばいじゃん。あるし、いや大体そうよ頑張ってるんだよ、シーレモも。なんか、ネタさんの話をしてるのに、頑張ってる会議後から始めたりするから。偉いよな。偉い。けど、死体探ししてるところあんま見たことないなって。そうそうそう、それが本当にある。ちょっと待ってよ、私ちゃんとアドベン見て変なところに位置ついてたら、死体探しに行ってるよ。あんまり見たことないんだよな、そういうことないし、なんか、その、シーレモさんが死体発見したときに、アドミンで、ここが1だったから行ってみたとか、そういうのって聞いたことない気がするの。ない。今日、一回言ってなかったでしたっけ？一回言ってた。なんか、アドミン見て死体がなかったから戻ってきたみたいな感じ。あ、それ言ってたんですか。ほら、私もアドミン見てるんだよ。強くなったんだな。そうだよ。でも最近ね、酔っ払ってやってるからね、覚え芸がすごい時間かかるっていうジレンマに悩まされて。新山さん、最初もうちょっと強かったと思うけどな。俺一番最初に信用されてた時弁当とかちゃんと使ってキルしててああちゃんとしてる人だって思ってたよ。ちゃんとしてる人だ。やめなよ。最初はもうちょっと強かったと思う本当に。うん。何があったん仕入れも。なんかメッキが剥がれた。ねえ、あでも確かに前みたいに緊張してないかも。私最初みんなってやった時にうわレベル高すぎだろみんなに帰ろうって思ってたからね。いや俺最初はマジで仕入れもさんああすげえって思ってた。最近ね、ボトボトだよね。見えるかな。いいの、シレモマスコットキャラクターだから、マスコットキャラクターとして癒しを提供してるからいいの。